滋賀県は今日新たに125人の感染が確認されたと発表しました。滋賀県では12日連続で前の週の同じ曜日より減っています。第72回全国植樹祭が今日甲賀市をメイン会場に開かれ、天皇皇后両陛下はオンラインで出席されました。全国植樹祭は森林や緑に対する国民的理解を深めるため開かれているもので、72回目となる今回は甲賀市のカフカ夢の森をメイン会場に今日滋賀県で開催されました。天皇皇后両陛下は去年の島根県での開催に続き、皇居に設けられた特設会場からオンラインでの出席となりました。この大会のテーマである木を植えよう、琵琶湖も緑の雫からにふさわしく、人々が協力して水源となる森林を守り育むことにより美しく豊かな水が生まれる活動が滋賀の地から全国へ、そして世界へ広がり、将来の世代へとつながっていくことを願い、私の挨拶といたします。この後、両陛下は滋賀県の松花粉杉や滋賀県の木であるいろはもみじの苗木などを植樹されました。両陛下が植えられた苗木などは今後滋賀県に運ばれ、カフカ夢の森に植えられる予定です。また今日はメイン会場以外にも一般の人たちを対象とした植樹会場やサテライト会場などが県内9カ所に設けられ、草津市の琵琶湖博物館では滋賀県産の木材を使用した遊具やワークショップなどで訪れた人たちが木に親しんでいました。ニュースをもう一本お伝えします。大津市の大見神宮では3年ぶりに流鏑馬奉納が執り行われました。流鏑馬は疾走する馬上から弓矢で的を射る日本古来の伝統行事で、およそ200メートルの参道には40メートル間隔に3つの的が置かれ、鎌倉時代の武者装束を身にまとった勇ましい手が全力で走る馬の上から的をめがけて矢を放っていきました。ニュースをお伝えしました。